丸ちゃんの16ですね。で18、丸ちゃんの18。今回は、歌口シリーズですので、今度はこの唇をうーっと舌に落とし込むように、ここを滑らかに、この吹き口の両脇ですね、両脇を滑らかにしたということによって唇がぐっと下に下がったということね。下に下がったということで、ここですね、ここ丸印のところね、丸のところ、ここの唇の下、唇のここがズボッとスルスルっと入るように、この両脇ね、この両脇を滑らかに削ったということですね。まあ後で見てもらいますけれどもね。でそれによってここがぐいっと入り込んだということですね。で、今回は前回の魔法の終わりに続いて、こう入り口を、まあ、広くしたということで、下唇がごっぽり入るということですね。ということで見てもらいましょう。前回の魔法の輪というのはこれですね。で、その時のここの両脇を深く切ったと削り込んだいうことは、唇の先端がずっとここに、この吹き口に近づいたということで、で今回はこの丸書いてあるところ、両脇を滑らかに削ったということは、唇が自然にスルスルっと、もうここに前、ここ削ったもんやからスルーッと入り込んだということで、非常になりやすくなったと。もうちょっとしたことで、歌口はなりが違いますね。ということで、まるちゃん、16KS と 18KS ですね。こういった状態ですね。はい、ここを削ったということね。ここを削ったと。ここを削ったということね。よろしくお願いいたします。ハイブリッドのまるちゃん、16と18KS、よろしくお願いいたします。